ジャムの私たちって言っていいですかね、私たちがあのなんかできることを話し合おうかよ。そうやそうや、宿題とか大事を言ってしまったから、ちょっとハングルナビ始まるまでに終わらなあかんから今日は早速、うん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 、でもね、なかなか難しいなって宿題にするって昨日言ったのはいいけど、うん、なんかどうしてもその再生数を上げるこういうね、まず場を設けさせていただくっていうことが今は思いついたからやってるわけですけども、それ以外なんかあるかなって正直考えてました。自分たちができるはさっきね初めにやったみたいに、うん、一斉の再生、うん、とりあえず再生、その生配信で、うん、ね、まあ、挨拶のようにう、そうそうそう、とりあえずその時再生数増やしたやつを再生、うん、それでだってさっき900回ぐらい超えたんだっけ、うん、ありがたいね、皆さんのおかげとかはできそうですかね、うんうん、自分たちは、うん、今日みたいに一緒に動画見るだけでも再生回数増えるので、うんうんうん、とっても助かった。再生回数のやつだけでも本当に、まあ数字ってさ、めちゃくちゃビジネスする上で重要やから、やっぱり、まあ個人的にはあんまり好きじゃないんですけど、うん、個人的には好きじゃないけど大事やねんな、やっぱり世の中的にはやっぱ数字で見るから、そこはやっぱ重要やと思うねんな、仕事をする上に。生配信の最初と最後にウィザース回してほしい。おー、わかるわかる。なるほどね。最初にさっき回したから最後回しましたね。そうか、それでまた。また倍やで次。あ、それはすごいよ、うん。最初と最後やるだけで倍分やったらね。いいですね、うん、確かに、うん。そうですね、最後、お別れがてらに回すみたいな、ね。素敵な考え。すごい、うんうん。お金かけずにできることの一つかな。うん、どうですか、まあ、私たちができることは、だからそれとか、まあ、ささやかやけどカバーして、JO1 を知らない人、私たちっていうフィルターを通してカバー動画見た人が、あ、JO1 ってこういう曲あんねんやって思ってもらえるきっかけが、まあ、カバーかなと思うので。それもあるね。あとダンス動画ね。ダンスは僕のソロになりますけど。やらへんのダンス。え、言っとくけど僕より上手いんですよダンス。いや、上手いって言い方がおかしいな。まとも、まだまとも。何まともって。他に何ができるかな。あと私たちができることね、何ですかね、私たちができることって、うーん、あ、だからそれこそ私らのデート、私たちがたまにするデート、前挙げたお台場のデート見てくださった方いますか、デートっていうかビログ、うん、ああいう感じでもういいよね、その JO1 にその、うん、まあ聖地巡礼っていうの、聖地巡礼、そういうところに行って動画を撮ったりとかさ、うん、それも一つだよね、それを動画にしたり、うんうん、たまた見てもらえるし、うん、あとはね、結構嬉しいのはね、例えば他のグループとかアーティストさんを見たくて私たちのチャンネルに登録してくださる方がいるんですけど、もちろんなんだけど、私がポロッと全然違うグループの話を してる回なんだけど、J1 の話が結びついた時にする時がるんですけど、そういうことをすると、あ、じゃあ見てみようかなって、彩香さんが言うから、気になって見てみましたっていう声が結構多いね。それはあるね、めっちゃ嬉しくて、だそれがしたくてやってるから、その関係なく見たいっていうか、音楽が好きやからとか人柄が好きやから見てるっていう人たちで増えてほしいなっていう思い、うん、そういうのもいいなって思いますね。トイレ行くたびに回してるやって。すごい。この生配信に参加する人数を増やしたいですね。なるほど。なるほど。根本的な問題ね。なるほど。確かに。確かに。800人はすごいと思うけど、確かに、まあ、例えば1000万回っていう公約があるのであれば、もっと増やしたいよね。確かに、ここも、うん。どうしたら増えるかな。それは私らの課題やもんな。みんなの助けがあってのことやからな。なんかね、うん、遊び心が大事ってヒロ君いつも言うやんか最近、うん、それやと思うねんな。自分が単純に遊びたいだけやねんけどね、うん、でも大事、自分らが楽しそうにしてるのは大事っていう言葉すごいあったんです、うん、あれでしょ、30分ぐらいは開けないと、あ、意味ないの確か。え、じゃあめっちゃいいやん、最初と最後。そうそうそう、絶対30分以上喋るもん私、うん、確か。いいやん、ここの動画見てジャムになった人がいるみたいなんで、それは嬉しいですね。あー、すげー、聖地巡礼みんなで行く。はあ、面白い。すごいな、修学旅行みたい、うんうん、あ、なるほどね、
東京なかなか行けないので巡礼代わりにしてほしい。なるほど。なるほど。でもそれは思う。わかるわかる、うん。私らできることってそれぐらいやからね。いや、こちらこそありがたいです。ありがたいって書いてくださってますけど、皆さんがいるから成り立ってる場であって、本当に2人だけじゃ何もできんからね。ラジオとかテレビ番組にリクエストを送るとか、なるほど。なるほど。地道やけど、めちゃくちゃ重要なことよね。だって、ラジオとかテレビなんて、まさに拡散力すごいから。ねえ、やっぱりテレビとかは。それで流されたらね、うん。なるほど。これ結構現実的やで。仕事が外資系なので、周りに外国人ばかりなのですが、うんうんうん、オフィスで流すプレイリストに JO1 を混ぜたら、興味を持ってくれる同僚が増えました。すごい。ランチの時にさりげなく動画を見たり、エピソードを話してるうちに、職場のジャムが増えました。素晴らしい。すごいね。あのさ、仕事中にさ、結構外資系で働いたことあるんですけど、うん、外資系って結構音楽流していいんですよ。うん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 。だから、あの、自由だからそういうとこ、うんうんうん、そうやってこう分からんように洗脳していくみたいなあ、ごめんね、悪く言うとやけど、あ、でもほんま、そうそうそう、分かりやすく言ったら、うんうん、やっぱ普段聴いてる音楽ってどんどんの残るからね、耳に残るように作ってるからね、やっぱプロも絶対にまずは聴いてもらうのが一番。ほんまだな、これもいいことをおっしゃってるな。違うアーティストさんのファンも合同でそれぞれの MV 見れば倍以上になるし、素敵、勉強にもなりそう。まさに音楽の勉強になるんちゃう。あ、自分たちはそう。なるほど。ね、それがしたい。それがしたいんですけどね。ほんまや。本当は。うん、一石二鳥やし、誰も損せえへん。そう。みんな、みんな幸せやから。え、やばないそれ。っていうのを望んでるんですよ、ね。それいいやん。もしかしたらちょっとこけちゃう回があるかもしれない。まあ、それはそれであるかもしれないけどね。私たちの拡散力が弱すぎて。ね。でも、ウィンウィンやもんな、どう考えても、うん。みんなね。みんなでお互いの MV を見合うっていう。よくない？それなら私たちにでもできるかもしれない。もしかしたら。うん、そうね。